ておるんです。舞台6日もお疲れ様、ありがとうございます。こんばんは。ということで、6日間連続公演、イエーイ。先月はね、休演になってみたいなことがあって、今週が初めての、フル公演でございました。私は初日を迎えてすぐに6日間連続公演だったので、ちょっとついていくのに必死でございましたけれども、こんばんは。コスモス咲いてるの秋を感じますね。そうですね、秋って感じだね。コスモス咲くとさすがに。確かに。こんばんは。今日横内先生からお電話をいただきまして、またアドバイスをいくつかいただきましてですね、また明後日からバリバリ頑張りたいと思っています。知らぬ間にね、体っつうのは疲れてるもんでしてね、今日はしっかりと休んで、明日は何しようかな。なんか体を休めたいところではあるけど、ホテルの部屋に一日中引きこもってたら精神衛生上良くないんですよ、私には。なんか体はね、疲れるけど心の方が死ぬから、部屋にいると明日どうにかしたいけど、どうしよっかなっていう感じ。まったく予定が立っておりません。キャロンさん、くす玉ありがとうございます。初見です、初見さんありがとう。秋は芋炊きが食べた。芋炊きって何ですか？なんか東北の芋煮的なもんですか？違うのかな、ちょっと分かんないですけど。どうしよっかな明日。いやー、でもなんか体感としては、まあちょっと足が疲れてるけど、そんなに疲れてない気がするんだけど、疲れてるんだろうな、疲れているんだろうな。こんばんは。松山東温の秋は芋炊き。松山、愛媛の食べ物なんだね。ちょっとじゃあ検索しますか、せっかくなんで。よっ、 iPad 組んでね、よいしょ。いや、今日はですね、先ほどまでラジエーションハウス2を見ていました。いもだ、愛媛の芋炊きのレシピ。え、うまそう。里芋、ごぼう、長ネギ、人参、板こんにゃく、椎茸、油揚げ、木綿豆腐、鶏ももちくわ、白玉粉。うまそう。なんか家庭料理って感じでいいっすね。いいね。やちさん、めっちゃ可愛い人ありがとう。こんばんは。春には菜の花が咲いてるよ。あ、なんか聞きました。春は菜の花、秋はコスモス。最高っすね。こんばんは。ドラマ見てるのに珍しすぎて驚き。いや、なんか
ラジエーションハウスは1がすごい好きで2を結構楽しみにしてたんですけど、特に舞台やってて、なんかやっぱみんな全キャストの人がいるんですけど、やっぱインプットも大事って言ってて、自分が演じてるのはアウトプットだけど、やっぱ人の芝居とか、まあ、舞台、映画、ドラマ全部含めて、やっぱ見んの大事って言ってたんで、確かになと思って、今期はちょっとドラマをいくつか見ようと思っています。めんどくさがらずにめんどくさがらずに今期はちょっとドラマ見ようかなと思ってます。今期のドラマを調べますか。じゃあ梅さん、魔法陣10個ありがとうございます。こんばんは。河川敷に芋炊きの店が開かれます。いいね。コロナじゃなかったらもっとあるんだろうな。いっぱい。こんばんは。あと今日のラジエーションハウス2は、今共演してる今村渉さんがね出てたんで、それもちょっと気になってみました。そもそもラジエーションハウス2を楽しみにしていたんですけど、渉さんが出るならねちょっと見ようかなと。高野城ですね、高野の今村さんが出るのであればって感じで、なお見ました。何がおもろいかな。できれば恋愛系じゃないやつみたいな苦手意識がね、苦手意識がちょっと出てしまいますけど、何がおもろいかな。ちょっといろいろでも見ようと思います。いや恋愛ものもねちゃんと見ないとね、好き嫌いは良くないですからね。分かっているんですけどね。こんばんは。試験、初見さんありがとうございます。こんばんは。今村くんはサリンオタの敵。嘘、今村さんはそんなじゃない。高殿だよ、高殿だよってのもおかしいけどいとこですからね言うて。あでもあれか、高野城は鉄に好意を抱いてるから、まああれか、鉄に振られてるけど鉄は兄上としか思ってないけどさ、兄上のような存在としか思ってないですけどねこんばんは。愛媛観光してる？最近行けてないんでね、ちょっと明日自分の疲れとも相談しつつ、ワンチャンどこかに出向いたりしようかなと思っとりやす。こんばんは。こんばんは。高殿のシーンが一番きつい。いやそれな、わかるわ。それもやってて辛いもん、心がピエン。こんばんは。まあいとこですからね言うてもやはり大事な人間です大事な人でござりますな。今のを聞いてサイリンの辛いと私の辛いは意味が違いました。嘘、みんなそういう辛いじゃないの？
天気が良いので日焼けに気をつけながら許してください。そうですね、今日コスモス畑に行って写真を撮っている時にすごい日焼けをした感じがした。ジリジリしてた。ちょっと日焼け止め塗れなかったんで時間なくて焼けた気がします。どんどん万次郎に色が近づいちゃうな。こんばんは。松山城のソフトクリーム美味しいらしい。ソフトクリーム屋さんがあるんだ、いいですね。坊ちゃん劇場の最寄り駅の近くに美味しいお好み屋さんがある。お、見習駅の近くですか、いいですね。ちょっと行きたいですね。行きたいですね。万次郎とのシーンは祝福できるんだけど高殿はなぜか許せない。なんで、高殿めちゃくちゃいい人だからみんな嫌わないであげて、かわいそう。今村さんが気にしてたよ。嫌われちゃうよこの役って。高田のは筋が通った男ですごくかっこいい。そうですね、まああの時代はね万次郎たちが異端というか高殿が本当は正義ですからね。そうそうなんですよ。こんばんは。タイラーメン食べた。おーいいですね。高殿イケメンすぎる。まあいい役ですよね。キャストさんみんなかっこよくてかわいい。ありがとうございます。でもめっちゃわかる。それな。みんなかっこよくてかわいいんですよ。舞踊とかマジかわいいからね。昨日の、佐藤さんの YouTube チャンネルのピオチャンネルのね、配信見ちゃう方はわかると思うんですけど、マジで舞踊役の翔太さんマジで。まあ、舞踊は結構はいみたいな役だけどめちゃくちゃ可愛い人です。おもろ。みんなかっこよくて可愛いですよ。全員のことを好きになって帰っていただければと思いますけれども、見てて嫌いになられる役は相当な演技力が必要。そうですね、本当に今村さんの盾の迫力はいつもすごい。目力がね、目がでかいもんで、目力がね、怖いんですよね。私はゆきちさんの虜になりました。あ、なんか、そう、ありがとうって言っておいてって言ってました。ありがとうって言っておいてって。そう、私のファンの人、ゆきち推し多いですよって言ったら、ありがとうって言っておいてって言ってましたね。こんばんは。こんばんは。やった愛媛の宿泊予約ができた。楽しみすぎて今日サイリンが夢に出てきた。すごっ。すごーい。イエー。こんばんは。僕もゆきちさん好きですがね、私のファンの方はさ、ゆきち推し多分多いですよね。ファンの方っていうか、あの作品見たら一旦ゆきち好きになるよね。やっぱ聞きなじみのある人間っていうのもあるしさ。そう、ゆきちいいよね。いやマジでいい役。ゆきち役のさ、神田さんのさ、すごいなっていうかおもろいなって思うとこがさ、自分でも自分のゆきちがどういう風になるか自分でも分かんないって言ってて、その時出たものが全てだから、なんか自分でも板に立ってみるまでどんなものが飛び出すか分かんないんだよねって言ってて、そんなことある?と思って、本当に芝居の人なんだなって思って、すごいよね。いつも心のままにやってるから自分でもどうなるか分かんないみたいな。すごい。
何それ何それ、いよいよ愛媛に行くまで1週間が切った。時間経つの早いのか遅いのか分からん。私は早いっすけどね気づいたら6公演終わってた。もう半分なんですけど、次の公演、次ん次の次の公演かな、次の公演で折り返しかな。今回の一旦10月の出演は。こんばんは。なんか浜ちゃんがね結構日数多くて、私少ないんですよね結局。12月出れるのかよくわかんないですけど、11月のスケジュールどんなんだったっけな、ちょっともう忘れちゃったな、調べよう。ぽっちゃん劇場、鉄スケジュール、鉄スケジュール、どうなるんですかね。私は奥兄さん役の五十嵐さんのファンになりました。カエさんマジでいいですよね。マサトさん、くす玉ありがとう。部屋乾燥してない？まあ、乾燥はしている感じはしています。高殿のシーンの後がユキチアドリブコーナーだから感情の起伏がしんどい。確かに。まあ、でもあのユキチでね、ちょっと重くなった空気をこう変える役割がありますから。逆にユキチはあれぐらいやってくれて、最高って感じ。昨日ドレス姿の製鉄が可愛くてブロマイド買っちゃった。ありがとうございます。イエーイイエーイ、嬉しい。ぜひ大事にストーリーしとってください。よいしょ。未だに11月の予定で悩んでいます。まあちょっとね細かいですからね、鉄がね。こんばんは。発表されてる11月末までで、横湯9、さやり26、浜ちゃん33ね。やっぱ浜ちゃん多いですよね。このまま行くとだってさ、11月の終わりも、11月の終わり私だから、そのまま12月浜ちゃんになんか交代しちゃいそうじゃない。そしたらめちゃくちゃ浜ちゃん多いですよね。サイもいっぱい出たいけど、どんな出れるかな。やっぱ浜ちゃんが期待されてるので多いですね。東京帰ってもさ、あんま仕事ないからさこんな悲しいこと言っちゃいけないか。ちょっとできればね、こっちに出てスキルを磨く修行したいですよね。天気予報を見てたら明日松山は30度。え、なんかさ、愛媛暑すぎるんだけど、やばくない？愛媛ビビってる。え、10月ですよねみたいな。え、10月ってこんな暑いの？夏一生続くんだけどと思って、さすが西日本だなって思ってます。こんばんは。こんばんは。11月もサリーの出演日予約しました。ありがとうございます。こんばんは。昨日のブロマイドの売り上げ最高記録に貢献したよ。お、昨日最高記録だったんですか。めちゃくちゃありがたいことに買っていただいたのかな。ありがたいですね。ありがとうございます。10月でこんなに暑いのは愛媛県民でも、あ、愛媛でもイレギュラーなんだ。あ、よかった。
なんか西日本ってもう本当になんか常夏なのかと思ってた。あ、例年はもうちょっと涼しいのね、10月は。あ、よかったよかった。ちょっと今年が暑いだけか。さすがにね。いや、びっくりしたんですよ。愛媛ってこんな暑いの？と思って。え、西日本、えぐない？と思ったけど、別に毎年じゃないのね。なんだ、安心。昨日も暑かった、今日も暑かったしね。半袖で十分、それな。源之進パパのお茶目さんも面白い。え、そう、なんかさ、こう毎日その映像撮ってくれてて、キャスト用にね、その公演後かもしくは公演前に昨日のを見るんだけど、自分のシーンとか、なんか見るたびにさ、源之進役の梶さんがすげえ可愛いことなんかちょこちょこしててさ、え、お父さんお茶目なんだがと思ってニコニコしてみます。マジお茶目ですよね。全国的に暑い、なるほどね。なんかコスモスは昼と夜の寒暖差が出てきてやっと咲くらしいから、今年は咲くの遅いっぽいですね。全然涼しくなんないから、涼しくなんないと咲かないのに、涼しくなんないから今年はまだ 40% ぐらいしか咲いてなくて、あんまりって感じ。まだもうちょい先ですかね。私が帰る頃には満開になっていたら嬉しいですけど、見たいですからね。そう、松山と比べたら東温市は涼しい方。あ、そうなんだ。まあちょっとこう、なんだろう、山に近いから多少は涼しいんですかね。てかさ、愛媛に来て思ったんだけどさ、四国の山って基本的にこう低い、まあ長野に比べたら低いじゃないですか。で、長野県って盆地だからさ、山に囲まれてて、で高い山に囲まれてるから、愛媛に比べると長野県って空狭いなと思って、愛媛の空がね、広く感じたんですよね。よく考えたら愛媛広くねって、なんか夕方めっちゃ思う、日の入りがめっちゃ低いところまで太陽行くからでかいんすよ、夕焼けの太陽が。長野って夕焼けの太陽が結構早々に太陽消えちゃうから、山に隠れて、だからその夕焼けってよく絵に描く夕焼けってさ、太陽めっちゃでっかくってさ、真っ赤でさ、こう沈んでくんだけど、結構早い段階で長野県の太陽って沈んじゃうから、あんま大きいイメージなかったんですよ、夕焼けが。だけど、あ、これかと思ってみんなが絵に描く夕焼けってこれのことかって思いました。昨日はね、なんか夕焼けをたまたまちょっと見たんですけど、本州に沈む夕日を見ましたね。だから北かな、ん、北ではないか、西だけど、山口かな、山口の方に沈む太陽を私見ましたね、昨日はね。あ、めちゃくちゃ、え、めっめっちゃ綺麗だったんだよな。こんばんは。長野は太陽は山から上がって山に沈む。そうなんですよ。そうなの。俺は坊ちゃん劇場に咲くコスモスみたい。あ、坊ちゃん劇場に咲いてるわけではないんですけどね。ちゃん劇場の裏の畑がコスモス畑で、道挟んだ裏が、そう、そこがとっても綺麗でございます。来週後半になるとやっと最低気温20度割ってくる。お、じゃあ東京に帰る頃には東京ももう寒くなってるかな。ちょっと
肌寒くなってるのかな。5月でも山に雪がある長野は四国の人間には新鮮。確かに四国はそんなに、まあ、降らないことはないけどそんな降らないっぽいですよね。そう、まあ、5月でもまあ山によってはそうですね、高い山とかは全然残ってるか。そうね、愛媛はこう数十センチ雪積もるとかないんやろうな。ないんだろうな。それはそれで新鮮。サインこんばんは。降ったとしても積もらない。そうなんだ。あのあれか、東京の雪と一緒っすね。降ったそばから溶けちゃうやつだね。そうか、なるほどね。失礼、あくびが出てしまいました。こんばんは。こんばんは。東京は雪に弱いから積もったら大変です。まあ交通機関が麻痺しちゃいますからね。1センチでも積もったらもうてんやわんやですよね。私は東京に出てきた頃びっくりしたよね。なんか1センチ積もった、ちょっと地面が白くなっただけでなんかもうなんかてんやわんやみたいな、ニュースになるからさ、はあ、そんな世界も日本にはあるのかと思って。長野なんてね、雪が数十センチ積もったって電車は元気に走ってますからね。雪に強すぎるんですよ長野の電車は本当に。さえは学校休みになってほしいと何度願ったことか。雪がたくさん積もったことによってワンチャン電車が止まって学校休みにならんかなって思っても元気に走ってるんだもん。はぁ、ですよね、行きます行きますって感じだった。そんな感じです。こんばんは。こんばんは。まあそうね、雪道をねノーマルタイヤで走るとなると車は嫌だよね。でも電車も止まるやん東京って。ちょっと積もったりするとなんか電車走れませんみたいな。そうそうそう、なんかびっくりしちゃったね。まあ、東京とかあんま雪降らない地域の人はチェーンを積んどくとかが一番楽ちんなのかな。長野でサイリンが体験した積雪量、でもなんか年々減ってる気はしてます。なんか小学校の時とかはさ結構庭にゴンゴンに積もってさ、なんか滑り台作ってソリで滑ったりとか、ちっちゃい鎌倉作ったりとか、バカでか雪だるま兄ちゃんと一緒に作ったりとかしてたけど、なんか年々雪減ってて鎌倉も作れないし、大きい雪だるまもなんか雪が薄いから黒くなっちゃう、ね、土で黒くなっちゃうしって感じだったので、年々減ってる。小学校の時はすごい、いや私も背がちっちゃかったからいっぱい降ったように感じたのかもわかんないけど、なんかめっちゃ降ってたような気がする。
年々減っている感じはしています。長野は夏より冬休みのが長いの。冬休み超短いよ。長野県、長野県長期休み全部短い。夏休みも20日間ぐらいしかないし、冬休みも10日間ぐらいしかないんで、なんか休みがねえそう、全国的に一番ね長期休みが短いんです、長野県は。だからすごい嫌でした。さやは僕の夏休みみたいな1ヶ月以上ある夏休みを夢に見ていたのに、そんな夏休みは私には訪れなかったです。マジで悲しい。休みがねえでござるよ。雪降らないとこ育ちなので、ちょっと降るだけでワクワクする。言いますよね、やっぱ雪いいっすよね。さあ、雪降る地域に生まれ育ったけど、雪降るとやっぱワクワクするもんね。寒中休みがあるからね。え、だから寒中休みがないんですよ。だから冬休みが10日しかないんで、休みがないんですよね。全国的に長野県が一番夏春冬休みを合わせた日数めっちゃ少ないらしい。はあって思ってたよ。やっぱ学生時代はさ、長期休みこそさ、もう正義やん。夏休みとか特に。あっという間に終わっちゃうんだよね。お盆開けたらすぐ学校だからね。そう、お盆開け学校ってやばくない？みんなさ、普通さ、いとことかさ、東京だったの。私いとこが東京だったから、同い年のいとこがいるんですけど、なんかこう帰省しに来ててさ、うちのばあちゃん家が長野県なんで、長野に帰省して来ててさ、でなんか8月いっぱい、9月頭ぐらいまで夏休みみたいなさ、小中の時言っててさ、なんで？と思って。私は8月中旬でもう学校が始まるというのに、なぜそんなに休み長いの？と思って。しかも私より宿題めっちゃ少なかったの。長野県って宿題めっちゃ多いのに休み短いから、そうな、え、不公平と思って。主権さん、こんばんは。こんばんは。長野はやっぱりホワイトクリスマスになりますか？ホワイトクリスマスはね、でもめったないかな。数年に一度くらいかな。ホワイトクリスマスにならんかなって毎年祈ってるけど、12月ってね、まだワンチャン降るかな、降らないかなぐらいなんですよね。やっぱ1、2月が本領発揮みたいなとこあるんで、降ったらラッキーぐらいですね。まあ東京よりはだいぶ確率は高いと思いますよ、ホワイトクリスマス確率はね。こんばんは。夏休みとか懐かしいな。一生動物の森やってたもんな、小学校の時。さやの夏休みの思い出、動物の森なんだけど。時はあっという間に過ぎ去り、夢も現実も。こんばんは。長野は教育県だからね。長野県のこと教育県って言ってるの長野県の人だけですけど、他県の人は長野県を教育県だと別に思ってないですけどね。
休みって文部省が決めてる日数は全国同じじゃないんですよ。幅があるんですよ。何日あの長期休みの日数全部合計、長期休みというか休みの日数は全部トータルで何日から何日の間にしてくださいねって言われてて、まあ、大体の県はまあ中間から多めくらいなんですけど、長野県は最小の日数でやろうとしてくるんで、めちゃくちゃ短いんですよね。そう、そうなんです。私長野教育県とかね、長野県民しか言わないですからね。でもさ、長野県教育県っていうくらいさ、まあ休みの日数も少なくて、あのなんか勉強に力入れてるぽい感じで言ってるけど、成績別に 県別の成績あんま良くないんですよ不思議ですよね。全然あの結果に伴ってないくないって思ってる。授業日数とか時間はめちゃくちゃ多いのにそんな成績良くないんで、不思議なもんですね。そう、やっぱ小学生とか中学生はさ、そんな集中できないから、やっぱ休みも大事ですよねって思ってます。再利用し始めてから長野が教育県でした。でしょ、そう、他県にね全然知られてないからね、長野県民が言ってるだけなの教育県はだから長野県の小中学生はみんな勉強頑張って、教育県という名に恥じない成績を収めてほしいよねって思ってるよ。そう、みんな勉強頑張ってくれしげさんこんばんは。こんばんは。不思議だったんだよね、こんなに授業日数あるのになんでそんな成績があんまり良くないのかなと。ひと事やん。だってもう教育される年齢じゃなくなるし、もう小中学生じゃないし、小中高もう終わっちゃったからな。大学とかはあんま多分県関係ないしね。長野県あるあるですが、クラスマッチって長野県だけみたいです。あ、そうなんだ。あ、聞いたことあんなそれ。クラスマッチ？長野県だけなんだ。受ける。クラスマッチ、あの運動会的なノリのやつ、中学の時にある運動会的なやつですね。クラスごとに戦うんですよ。運動会って大体赤組と白組に分かれるじゃないですか。クラスマッチは各クラス、そう、2年1組絶対勝つぞみたいなノリです普通にうちの中学は、ね、競技何があったかな、普通にリレーとか短距離走とか何してたかな、ちょっとあんま覚えてないんだよね。びっくりするぐらい覚えてないんだよね。高校は結構球技とか多かったかな。サッカー、卓球、バスケ、バレー、大縄もあったし、リレーもあったでしょ。あと何やったかな、ちょっと忘れちまったけど、そう、そんな感じですそう、まあね、あんまり詰め込むのも効率悪くなるからね。そうっすね。
長野県の教育の不思議なところも一個あって、中学の授業とか小学校もそうなんですけど、なんかさ、だいたい教科書があるやん。で、小中ってさ、1年生はこの教科書、2年生はこの教科書みたいなさ、1年間で学ぶ範囲って教科書1冊で決まってるやん。長野県の不思議なところは、休みが少なくて授業数がめちゃくちゃ多いはずなのに、その範囲が1年間で絶対に終わらないんですよね。だから受験で苦しむっていう、まだ授業で受けてないとこ受験で出てくるんですけどみたいなマジで不思議だったんだよな、長野県。なんか4年生、小学校4年生で3年生の3学期の内容やってるみたいな、駆け足で。え、マジで不思議じゃない？え、まあ、不思議だった。だから小学校とか特にその傾向があって、中学はまだあれだったんだけど、小学校はその傾向があったから、中学受験する子とかってさ、いるやん。私はしなかったけど、中学受験の子とかってもう学校の授業だけじゃ受験の範囲終わらないから、塾に行くしかないみたいなそう、あ、不思議だったんだよな。絶対絶対に終わらないんですよ。あんなに授業数多いのに絶対に終わらなくて、毎年不思議だなぁと思って受けてた。そう、進むのがめちゃくちゃ遅いってことなんでしょうね、きっとね。他の県より授業数はめちゃくちゃ多いのに間に合わないから、多分ゆっくりだったんでしょうね、きっと。不思議だったなぁ。まあなんか問題視はされてましたけどね終わんないのさすがにみたいな、ずっと毎年言われてたけど、毎年終わんなかったね。めちゃくちゃ不思議だったな。不思議でした。ぜひ今は、今の小学生たちはちゃんと1年間で1年間の勉強が終えれていればいいですね。サリンが教育について詳しいのはよくわかる。いや、小学生の時からさ、疑問だね、思ってたんだよ。なんで夏休みとか短いんだろうと、なんでいつも毎年授業を最後まで終わらないんだろうってずっと気になってて、未だに解決してないんで、ずっと不思議なんだよねずっと不思議なまま来てる今。こんばんは。不思議だな。最後どうするの？え、最後、え、終わらないまま卒業してた気がする終わってなかった気がする。永遠にその謎はね、解けないと思うよ。楽器は3学期ですね、普通に小中とかは。終わらなくていいんだ、カリキュラムって。いや、基本終わった方がいいと思います。わーいって感じ。サリン、こんばんは、こんばんは。長野県はね、不思議なんです。すごい勘の鋭い小学生。そう、勘のいいガキでした。舞台お疲れ様、ありがとう。まあ長野県の教育の話はね、どうでもいいんですよ。もう学生でもな、学生の年でもないですからね、もう教える先生も長野県民だからです。あ、でもそれはね、なんか言ってた、やっぱ信州大学教育学部卒業の先生がもうほとんどらしいのよ、長野県の教員って。そう、
そうそうそう。でも県民性なんだろうね、こうのんびりしちゃうんだろうね、きっと。3学期始まってすぐ教科書終わらんからあとは各自で読んどいてって先生に言われたことある。わかるわ、身に覚えがある、言われた気がするわ。あとはまあ各自で頑張ってみたいな。え、そんなことあるみたいなね。そう、その話 NGT の奈々子ちゃんとしたことある？いや、勉強の話は奈々子さんとしたことないかな。まあ、やっぱ年もちょっと違うんでね、したことないかもしれないです。まあそんな長野県の教育のお話でした。ポリポリ。てか昨日ちょっと話変えていい？もう学校の話いいわ。あのさ、昨日のピオチャンネル？で、あのなんかさや鉄の話をちょっと他のキャストさんがね、昨日のピオチャンネルは佐藤さん、かえさん、翔太さん、神田さんの4人だったんですけど、そう私の話をちょこっとしてくれてて嬉しかったですね。ちょっとね途中までしか見てないくて、今日後半見たアーカイブでちょっと1時間ぐらい見たかな。でも昨日リアタイでちょっとね後半は見てなかったんですけど、まあ、今日見たんで全部見ました結局ね。こんばんは。ありがたいですね、皆さんに褒めていただいて支えていただいて非常にありがたし、神田さんが人間として素晴らしいと思ってくれてた。言い過ぎですけどね、それはさすがにね。全然普通の人間ですけど、私は。ありがたいですね。え、そう、なんかさ、そのなぎなたお借りしますとかさ、他の人に聞かれてたんだと思ってちょっと恥ずかしかった。癖でね言ってたんですよ、そういえば。なんかそんな自分としてはそんな言うぞって言ってないからさ、もう毎回なぎなたお借りしますみたいな、もうで返すときなぎなたありがとうございましたつってこう返してるんだけど、まさか他の人に聞かれててなんか印象に残っていたとはちょっとびっくりしてしまいました。推しが褒められるとファンも嬉しいね。みんなさやが褒められるとみんなも喜んでくるからなんか嬉しいよね。かえさんの勢いが面白かった。え、そう、すごい熱量でいっぱいおしゃべりしてくれて、こんばんは。なんかそう、まあ、みんなそんな細かいところまで見て気にしてくれてるんだ、気にかけてくれてんだなと思ってなんか嬉しかったですね。でもまあさ、言わない方が個人的にはなんか気持ち悪いなって思っちゃうんだよね。ねなんか無言でって持つのもなんか違うかなって思うけど、でも確かに役でいくつか小道具、私はまあ少ない方なんだけど、あの東一郎赤ちゃんとかさ、あとブーケとか使うけど、それは別にお借りしますって言わないんですよ。まあでもなんか昨日そうみんなに言われて考えてみたの、なんか何の線引きだろうって思ったんですけど、多分高橋さやかとして
物を借りるときはちゃんとお借りしますって言ってたんですよ。そう、稽古の時もそうだけど、なぎなたも最初さ、舞台、本番前にさ、みんな盾返しって言ってみんなでさ、その一回盾をやるんですよ。その時に使うんで、その時は高橋さやかじゃないですか、鉄じゃないじゃん、稽古だから。だからこう言うんですよ。で、稽古場の時もなんか手ぬぐいとか借りる時は、稽古の時は高橋さやかだから手ぬぐいお借りしますとか言ってたけど、本番中はもう裏でパッて取る時はもう鉄でいるから、別に自分の持ち物だから言わないなっていう、こうなんかな、無意識のねえ、ちゃんとルールがあったんですよ。めちゃくちゃしっかり考えてみた。そう、だからその本番、なぎなた使うのが結構序盤でさ、本番前になぎなた持つから、その時はまだ鉄になってないから、自分高橋さやかだからちゃんと言うけど、本番中になぎなた、自分のなぎなたのシーン終わってなぎなた返す時は別に言わないんですよ。そう、だから知らぬ間に自分で言う時と言わん時の線引きしてて、もうなぎなたを返す時は鉄だから、別に鉄自分のなぎなた使ってるだけだから、別にお借りするも何もないじゃんっていうね、ちゃんとありました、ルールが、マイルールがあった。そう、マイルールがございましたね。そんな、何を熱弁してるんだって話ですけど、まあそんなことを念頭に置きつつ見ていただいたら全然忘れていいです、その話。そう、そんな邪念を持ってみなくて大丈夫です。普通に純粋に楽しんでいただければいいですけど。こんばんは。だから昨日考えてみたら、そういえばそうだなと思って、みんなに話そうって思ってた。いや、言わない方が自分的には、なぎなたとかは特になんか気持ち悪いんですよね。へへ、まあ本当にお借りしてるものだしね。なんか大岩さんっていうさ、盾の先生がいて、その大岩さんのお知り合いのなんかこう道場とかも本当になぎなたをやってる方にお借りしてるんですよ。本当に本物の稽古用というか、そう、木のなぎなたを本当にお借りしてるってのもある。本当の借り物っていうところもありますけど、そんな感じですね。だから本当になんかそんなさ、私の些細なさ、本当にボソっていうの、全然声張ってないの、なぎなたお借りしますぐらいの声量なのに、よく気づくよね、他のキャストさんね。よく見てるわ、恥ずかしいわ、そんな細かいところまで見られてて、めちゃくちゃ恥ずかしいわ。こんばんは。ちょっと今日言うのちょっと恥ずかしかったもん。いや、これ聞かれてんのちょっとはずいなって思ってた。基本声大きいんですか。確かに自分では声小さいと思っててもめっちゃ声出てたのかも。確かにね、確かにそれはあるな。それは
ありますね。確かに声が小さいと思っていたのは自分だけだった可能性はある。まだ半袖で大丈夫なのかい。なんなら今エアコンガンガン焚いてるよ。暑すぎ。この部屋暑いんですよ。今26度設定でエアコンを焚いています。ちょっと暑いんですね今。寝るときいつもね暑いんだよね。でもさ、あんまエアコンつけるとね喉痛くなっちゃうじゃんね。まあでも明日休みで喉一回休めれるんで、今日喉ねちょっと結構枯れちゃったんですけど、明日で一旦休めるんでいいっすね。今日はちょっと力が入りすぎてしまいました。全体的に反省反省。マジ日々反省しかしてない。あー難しいな。でも今日佐藤さんっていう、あの江川太郎左衛門役、佐藤さんになんか思ってたより成長が早くてびっくりって言ってた。毎日成長してて、その成長が本当早いからすごくびっくりだよって言っていただいて、めっちゃ嬉しかったです。やっぱさ、それだけキャリアのある人に褒めてもらうのって嬉しいよね。かえさんも褒めてくれるんだよな。みんな褒めてくれるんだよ。甘やかしてもらってるよ夫。まあちゃんとねアドバイスとかもらうけど、ここはもうちょっとこうした方がいいかもねみたいな、もういただくけれどもさ、基本褒めてくれださるから、マジで嬉しいっす。マジで嬉しいです。横内さんも、横内先生もね、リンさんやカエさんからもういいところ全部吸収して帰っておいでって言われてるんで、全部吸収したいと思います。っていうか初舞台とは思えないなとか。あ、舞台自体はね3回目なんですよ。でもこんなにセリフが、まあ、主役は初めてだし、ミュージカルも初めてだから、歌うのは初めてかな、舞台上で一人とかで。そう、でも本当に今回が圧倒的にセリフ多いし、出番も多いし、ダンス、舞台上でダンスするのは初めて、一人で歌うのも初めて、殺陣やるのも初めて、初めて尽くしではございます。横内さんから怒られない。横内先生からもこういう風にしてっていうリクエストはすごいいただくんですけど、怒られたことはないですね。そう、ないです。全然怒られないです。私もミュージカルを見るの初めて。あ、本当に？うわー嬉しい。初ミュージカルこれって嬉しい。頑張れる。めっちゃ頑張れる。褒められて伸びるタイプなんですよ私。そう、怒られるとなんか萎縮しちゃうから、あ、なんか無理かもってなっちゃうから。そうで、やっぱ AKB のダンスの先生は厳しい。まあそうっすね。私はよく怒られていたタイプなので、 AKB のダンスの先生は厳しいっすね。なんか厳しいっすね。よく怒られてたな。懐かしいわ、怒られてた頃。なんかむしろあの
エリさんとか、今回のぼっちゃん劇場、今回ジョン・マイ・ラブの振り付けしてくださったエリさんとかラッキーさんがめちゃくちゃ優しくって一回も怒らなかったんですよ。もうずっとそう、さやかこういうところがいいからもうちょっとこここうしてみようみたいな、全然怒られないから、そう、いやありがたかったですね。こんばんは。そんな感じそんな感じ。いい現場ですよ本当。という話をしていたらもう1時間が経っているので、そろそろ終わりにしますかね、しますかね。今日も最高に楽しい一日でした。今日は終わった後、小熊凛さんとゆっくり喋ったりして最高の一日だったな。めちゃくちゃ今日終演後まったりしたな。明日休みかっつって、明日も朝公演だったらもう寝てたいもんね。でも明日が休みだからまだ元気に配信できてるからね、最高。6連勤の次の日の休みは最高だ。しっかり心と体を休めてって感じですね。うわ明日何して過ごそう、マジでどうしようかな、ちょっと悩ましいですね。ちょっと今日寝る前に、明日の計画を立てたいと思います。どうしようかな、ちょっとでも少しでもいいからホテルから出たいな、すぐ病むからな。はい、ではランキング読みます。リンさんかわいいね、リンさんマジかわいいっす。いきます。13位バイクコゾーさんありがとうございます。12位サトちゃんありがとうございます。11位カボチャ先生ありがとうございます。10位ヤスさんありがとうございます。9位タテヤマケンケンさんありがとうございます。8位トモチさんありがとうございます。7位ピアノマンさんありがとうございます。6位マンダリンさんありがとうございます。5位ヨチャモさんありがとうございます。4位エッチさんありがとうございます。3位ケロンさんありがとうございます。2位マサトさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。イエーイ。では皆さんおやすみなさい。バイバーイ。